はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、です。皆さん、2022年1月1日、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。まあね、2021年はいろいろと、まあ、あり、まあ、彼女ができたりという形で、まあ、振り返るとですね、まあ、本当にいろんなことが、起きまして、まあ、出会いがあり、別れがあり、そしてまた出会いがあり、別れがありということで、まあ、出会いと別れの繰り返しというのをずっとまあ、やってきましてですね。まあ、2022年、どこかでですね、その、まあ、婚活イコール結婚、まあ、婚活イコール恋活、婚活イコール友活ということで、どこかに着地点ですね。まあ、どこかに着地点が出ればいいかなというところと、もしかしたら2022年で結果がね、結論が出ない場合もあったりします。それは当事者同士のいろいろなね、問題点、すり合わせるところ、譲り合うべきところ、調整点、それがね、いろいろあるんですよ。なので、まあどうなっていくのか、わかりませんけれども。まあそして、ちょっとね、やはり印象的なことが、まあ、31日、まあ、ありまして、まあ、1日一緒に過ごしたんですけれども、やはり、その、まだね、相手の方がいろいろな家庭事情があるので、急いで結婚とかそういうのを、まあ、焦ってほしくないって。まあ、それはすべて自分は理解をした上で、交際をさせていただいているというところなので、まあ、それを、まあ、回答しまして、まあ、向こうから気を使っていただいてありがとうということの感謝の言葉を、まあ、いただきまして、まあ、少しずつゆっくり信頼関係と、そして、まあ、折り合いをつけてどうしていくのか、その方向性ですよね。その辺はいろいろと話し合ったという形になります。まあ、31日から1日一緒に過ごして、今、1日帰ってきまして、で夜ですね、今まさにこの動画をね撮ってるというところで、まあ、2022年1月1日新しい年スタートしました。そして、まあ、新生レイズスタジオとまではいきませんけれども、まあ、新たな気持ちでまたこのパートナーと向き合っていくというところで、まあ、非常に気を使っていただいて、なんていうのかな、まあ俺にはもったいないぐらいの、まあいい、素晴らしい女性なんですよ。なので、こちらもやはり大事にするというところもあったりするので、お互いが今、お互いを今尊重し合って大事にし合っているところですね。で、まだまだわかりませんよ。いろいろとお互いの本音の部分とか、ね、見えてない部分っていう、見えてない部分っていうのが、まあ、これからぶつかり合ってというところになりますので、まあ、いい関係でね、居続けられることを祈りながら、自分もそれを思いながら、進んでいくという形になります。そして一つ言えることは、一応婚活は卒業してますので、このね、今目の前の女性と突き進んでいくというね、一歩一歩、まあ、問題点を解決しながら進んでいくということを今やってるわけですね。まあ自分のね、周り、友達、その辺も、やはりね、いい結婚された方、ね、夫婦になってる方の参考事例がどうしてもね、まあ題材がないので、なかなかこの、結婚っていうのに対してはマイナスな思考を持たれるっていうね、ところもあったり。まあ一部ね、一人は結婚したいということを言ってたので、まあでも同じ趣味の女性がいいなっていうことは言ってたので、まあそれはそれで見つけていただいて、今実際その活動をしてるので、そういう、その方はね。まあだからいつか見つかるんじゃねえかなというふうには思っております。まあみんながね、2022年、皆さんも幸せになれるように、そして自分も幸せになると
いうことを念頭に置き、頑張って、また2022年も変わらずやっていきますので、ぜひ応援の方ですね。よろしくお願いします。まあ、応援したくないやつもね、いると思うんですけども、まあ、それは、黙って、まあ、見ててくれやというところで、まあ、こういう生き方もあるよと。で、いろんなつまずいたり、まあ、倒れたり、ね、そして起き上がって、また歩き続けるということをですね、やっていくと。まあ、一人の、男の姿というものを、こういう生き方の人間がいるよということで、皆さんね、温かく見守っていただけたらな、というふうにね、思いますね。まあ、くだらないことはやめて、2022年ですよ、もうね。全員がみんな平等に年を取って、平等に死を迎えていくと。その死を迎えるまでに、いかに大切に生きるか、楽しく生きるか。これがね、非常に大事になってくると思います。そして一番はやっぱり健康。そして二番は人間関係。少なくても深い、まあ、友人を作るとかですね。そういう人間関係と健康は国は保障してくれませんので、それは自分自身で作っていくということになります。自己責任というやつですね。あまりいい言葉じゃありませんけれども。今年ね、また一年、皆さんも幸せと健康と、ご多幸を、お祈りさせていただきますので、ぜひですね、このレイズスタジオと共に、みんなも幸せになる。世界も平和に。そして、人間同士が愛し合えるというね、憎しみ合わず愛し合える世界を作れたらいいなというふうにね、思っております。願っております。それでは、皆さんごきげんよう。じゃん。